CB 型エンジンは、スバルの水平対向4気筒ガソリンエンジンの系列である。第1世代、第2世代、第3世代に続く第4世代の、スバルボクサーエンジンである。FA 型エンジン、FB 型エンジン以来、新規に発表されたエンジン。カムシャフト駆動はチェーン式で、補機はベルト1本で駆動する、サーペンタイン式である天ワニエンジンと同じである。 群馬製作所大泉工場内に新設された専用工場で製造される。CB のシートはコンセントレーションコンパクト、B はボクサーの頭文字を意味する。CB 型の開発において FA 型や FB 型から変更された点は多く、まずエンジンの骨格を決めるボアピッチが大幅に短縮されている。EJ 型エンジンから FA 型、FB 型まで続いた。 ボアピッチ長が 113.0mm から 98.6mm へと 14.4mm 短縮され、ボアピッチが短くなったことで、クランクシャフトの長さも FB16 型ターボより 34.6mm 短い 315.9mm に短縮、エンジンの全長を短くすることが可能となった。結果、CB 型は、 現行 FB 型より全長が約 40mm 短縮されたことで、重心が約 20mm 後方へ移動可能となった。また、FB16 型ターボ比で排気量が 196cc 増加したにもかかわらず、重量も保機込みで 5kg 軽く仕上がっている。コネクティングロッドの分割パターンは、第2世代の EJ 型エンジンと同様の水平割りが採用された。 第3世代の FB、FA 型のコネクティングロッドはエンジンの幅を増やさずに長いピストン工程を可能にするため斜め割りが採用されているが水平割の方が強度が高い。スバルのエンジンとしては初めてシリンダーボアの中心線がクランクシャフト軸と交差していない。代わりに 8mm のクランクオフセットが存在する。このオフセットによって キストンがが下向きに動く時の摩擦が低減される。空気過剰率が最大2のリーンバーンを採用し、最大熱効率が40%、熱効率が39%以上の領域は、トルク100から 160nm、回転数1250から 2500rpm の範囲となる。気迫混合儀が確実に着火するのを保証するために、 インジェクターは燃焼室の中心の点火プラグの隣に置かれている。下級機の機構についてもチャージされる空気体積を維持しながらスロットルレスポンスを改善するために FA 型や FB 型のツインスクロールターボからシングルスクロールターボに変更された。リーンバーンによって窒素酸化物が増加するためディーゼルエンジンと同様の NOX 急増還元触媒が搭載される。このため定期的な高速道路走行による触媒の還元処理が必要となるため、メーカーより注意案内が出ている。また、着火性が低い廃屋ガソリンを給油した場合、燃費や指導性の悪化が起こることがあるため、レギュラーガソリン推奨である。CB 型はその構造上、1.8L を上限として開発が行われたため、 大排気量化は容易ではないが、小排気量化は可能である。ありがとうございます。